二キ土アンソク鉱酸は有機合成化学で使われる酸化剤である IBX または IBX アシトの略称で呼ばれるこの条件子か要素化合物は温和な条件下で働く酸化剤であり特にアルコールを酸化してアルデヒドに変える目的に適している二キ土アンソク鉱酸は二ア土ソク鉱酸を気流酸中で 中素酸カリウムによって酸化して得られる。1999年にフリージェリオによって中素酸カリウムの代わりに市販のオキを使う合成法が報告された。二溶土岸安息鉱産の唯一の欠点は普通に使われる有機溶媒に溶けにくいことである。ダム素に溶解するためこれを反応溶媒として使用するのが一般的である。 市販されている二キ土アンソク鉱酸はアンソク鉱酸やイソフタル酸のようなカルボン酸が安定剤として添加されている。IBX がアルコールをアルデヒドに酸化する反応機構は超原子化ひねり気候と呼ばれている。この反応機構は IBX のヒドロキシ元のアルコールとの置換、原子化のひねりによる結合位置の交換、アルデヒドの脱離の3段階からなる。 3段階目のアルデヒドの脱離は、アルコールの炭素上の水素が IBX の二重結合上の酸素へ移動するのと、競争的に進行する。1段階目が終了した時点では二重結合上の酸素はアルコールとは異なる方向を向いているので、この水素移動反応を起こすことができない。2段階目の原子化のひねりによって、二重結合上の酸素はアルコールからの水素移動反応の合因。 感染異状態を形成するのに適した場所に位置する。またこの段階が立足段階であることが計算機科学によって示されている。この反応機構からはなぜ立体的にかさ高いアルコールの方が IBX によってより早く酸化されるのかということも説明できる。原子化のひねりの段階は IBX 上の要素のオルトくらいの水素とアルコール上の水素の間の立体反発によって 加速される。立体的にかさ高いアルコールではより大きな立体、反発が生じるため、酸化がより加速されることになる。同じ計算機化学によれば、オルトくらいの水素をメチル元に置換した IBX 誘導体では、原子化のねじれが非常に容易に起こり、脱離反応の段階が、立足段階として優勢になり、反応速度が100倍加速することが予想されている。 IBX はラクトン型とカルボン酸型の二つの互い変異生体として存在するため酸性を示す。そのプコは水中で2.4、ダム素中で6.65と決定されている。この酸性により酸化の際に異性化を引き起こすことがある。IBX はシリカゲルやポリスチレンに端示しても利用できる。デスマーチンペル用ナンは IBX から合成可能であり、 多くの有機溶媒に溶解するため IBX の代わりによく用いられる。IBX による酸化は A コサノイドの全合成に使用された。2000から2001年にキリアコスコスタニコラウラはベンジ類炭素をカルボニル元に酸化するなどの IBX 酸化に関する一連の論文を米国科学開始に発表した。IBX をダム素と共に使用することで1、2、 ジオールをケトンに酸化的快列させることができる。このグリコール快列の反応機構は、まず IBX にダム素が孵化した孵化体が生成し、続いてダム素が脱力となって、代わりに1、2、ジオールが要素に結合する。続いて要素上の O が1、2、ジオールの有利のアルコールの水素とともに、水として脱離し、スピロ型に完成の中間体が生じる。 最後に1、2、ジオール由来の五輪間の解列が起こる。この解列反応は、ヒドルキシモトのある炭素上に水素がある場合には、アシロインへの酸化と競合する。トリフルオロサクによって反応が促進されることが判明している。ありがとうございます。